シティポップの話第2弾、前回出したシティポップが海外で大人気すぎる理由とはっていうね、動画がなかなかの反響が、まあ、ありまして、それについて勉強をさらにしていこうかなと思います。あれからですね、結構今更感もあるんだけど、焦りつつシティポップのねレコードを買い集めるようになりました。海外流出する前に俺が手に入れるっていう感じなんだけど、まあもうちょっと遅いですけどね。で、今ね、もう現在大人気の版、こちら、竹内まりやクラシックラブの12インチ、長いね、12インチのシングルですね。手に入れることができました。ただ、高かった、これも、2万2000円とかしましたね。これ、リミックスが入ってて、ちょっと普段と違う音源が聞けると。でね、このね、ジャケット非常に面白いんですよ。これ実は、今回の、海外でシティポップが受けた、まあ、竹内まりやが非常にポピュラーになって、プラスチックラブが、シティポップのアンセム的な感じとしてね、受け入れられた一個の要因、それは YouTube の動画のサムネイル、まあ、画像だったと思うんですよ。キラッと笑顔で竹内まりやが微笑んでる、そんなね、ジャケットをアップロードしたね、方使っていましたけど、あれ実は全然違う楽曲のジャケットらしくてですね、オリジナルはこれなんですよ。わかりますかね？非常に地味なんだけど、そこをあえて竹内まりやの笑顔のね写真を使ったっていうことで、まあ、よりアイコニックな力を得たのかなと思いますね。もうあの竹内まりやのもう一個の方の写真には二次創作なんかでもめちゃめちゃいろんなねバリエーションがあって、まあもうそれ自体がね一個のアイコンとなってる感じもしますけど、まあ実は背景ではまあこういうのがあったという。でですね、ミノミュージックやってて俺非常にありがたいなって思うことなんですけども、情報が非常に集まってくるんですよ。っていうのもあのね、リスナーさん皆さん博識な方が多くてありがとうございます。コメント欄にね、もう非常に詳しく今回のシティポップが受けたプラスチックラブがアンセム的な扱いになったみたいなこの現象を分析してくれて、こう長文でね、こう書いてくれた方がたくさんいらっしゃったので、それらを見つつちょっとね理解を深めていこうかなと思います。はい、ということでコメント早速見ていきたいと思います。コメント1、これ結構長文ですけど、ベイバーウェーブやフューチャーファンク界隈ではそのコンセプトから日本のモチーフや曲をサンプリングしてビジュアル面を含めた楽曲制作が特徴にあって、このコンセプトから日本人含む様々なオタクの人に受け入れられていくんですが、ベイバーウェーブとかねフューチャーファンクのサンプリング元が、ほとんど日本のシティポップと、ベイバーウェーブとかフューチャーファンクこの間の、動画でも、取り上げましたが、まあちょっとねこのジャンル定義するのは難しいんで、もう聞いてください聞いてくださいとしか言えない。数年前ぐらいからこうちょっと流行ってるジャンルで、ネット上で流行ってるムーブメントですね。それの、まあ、源流が日本のシティポップに、あると。で、まあ、もろもろこうあり。あとね、ここは非常に面白いポイントです。あとは、そういったベーパーウェーブやフューチャーファンクの楽曲が YouTube にアップされる際によく使われている映像のサンプリング元。これ、日本の前世紀のアニメや CM 映像。まあ、昭和のね、まあ、特に昭和平成初期のこのバブリーな頃のね、イメージが個人的に見てて多いかなって思いますね。この辺はね、コメント欄見てると面白くて、こう、まあ、アメリカ人とかね、西洋の人、まあもう世界中の人がコメントしてるんだけど、自国のそういう昔の映像を見るよりもノスタルジックな感覚を想起させるとかいうね、そういうコメントがね目立つんですよね、これ不思議と。でベイバーウェーブのビジュアル面のね評価特に高く、タンブラーなどの海外サイトでアステレック的美しいっていうことをね、その辺のイメージを総称して言うんですけども、まあそういうタグでこうたくさん投稿されていると、それは僕ちょっと知らなかったですね。タンブラーでベイバーウェーブ関連のそのまあ美的イメージのとこまで流行ってるっていうのはちょっと知らなかった。まあでもファッション関係にもちょっとそういう色味とかはなんか影響を与えてる気もしますね。ちなみにね、このアステレックっていう、まあ、単語、まあ元々古くからもちろんある単語なんですけど、ベーパーウェーブとかフューチャーファンクの文脈ではこれを全角の英語で書きますね。全角の英語っていうのはそもそも英語圏にはないものなんですよ。でそれで表現するってところでちょっとこの日本っぽさを多分向こうで出してるところで、なんか古い新聞社とかさ、未だにあのウェブ記事で全角の英語使ってますけど、あれ70歳ぐらいのおじいちゃんが方針を決めてるんですかね。もうやめた方がいいと思います。はい、続いてのコメント、アーツィーミュージックというチャンネルでフューチャーファンク動画が人気となり、アーツィーミュージック、まあ、フューチャーファンクとかベーバーウェーブとかそういう音源を乗っけてるチャンネルですね。浅いけど個人的な印象だとこの辺の界
界隈の文化発信チャンネルって感じですよね。最も影響力をね、YouTube 上で持ってるチャンネルなのかな。Artsy Music の中で、フューチャーファンク動画がこう、ボンボン上がるようになり、元ネタの楽曲を上げる人が増えたと。だから、まあ、フューチャーファンク好きになって、ペーパーウェーブ好きになって、元ネタを聴こうっていうことで、まあ、源流であるシティポップに触れたということですね。この方の、まあ、見解で、幼少期のアニメ体験、海外の方も、我々日本人と同じように幼少期に、まあ、日本産のね、アニメに触れる機会があって、で、それがこう、日本のカルチャーを受け入れる下地となっているのではないかっていうね。もう、間違いなく正解だと思いますね、本当にね。で、このね、フューチャーファンクやベーパーウェイブで、バックに日本の動画をね、アニメ動画を使うってのも、そのノスタルジーを刺激する部分が、間違いないと思います。このチャンネル名、Artsy、まあ、綴りを変えてるんですけども、要は、アート、言語的に正しい方の綴りはこちらの方、Artsy。まあ、これ要は、まあ、芸術の形容詞ですね。芸術的。そういう意味なんだけど、Aesthetic とか、Artsy とか、こういう単語が、まあ、フューチャーファンク、ベーパーベーブ界隈で出てくるっていうのは、芸術的な文脈で扱われてるっていうの。そこはね、俺一個のポイントだと思うんですよね。この出てくる古いテクノロジーとか、わけわかんない日本語とか、そういうのを、あくまで美的なもので捉えてて、で、なおかつそのシティポップの音楽性とか、サンプリング元のシティポップもそういう、もうアートとして捉えてるっていうね。ここは非常に大きいポイントだと思います。お母さん、好きな人ができちゃったの。誰？大橋くんよ。隣の家のおじさん？お父さん。許してくれる？そしたら、お父さんが大橋くんの彼女になる。え？そしたら、僕が大橋くんになる。どういうこと？あ、でも解決した。お父さん頑張って。いや、はい、続いてのコメント。最近はシティポップとか言われるけど、実質的には当時の日本版 AOR だよ。まあ、AOR っていうのはアダルトオリエンテッドロックというね、ジャンルでして、若干ちょっと横道に逸れて、これを解説しますと、まあ、ウィキペディアの定義だと、ボズ・スキャッグス、ボビー・コードウェル、ルパート・ホームス、スティーリー・ダン、クリストファー・クロス、シカゴとか。まあ、スティーリー・ダンは多分後期っていうか、まあ、エイジャとかのあたりだと思うんですけど、この辺、ちょっと大人っぽい上質なポップロックでちょっとジャジーな要素もあるみたいなとこだと思いますけど、 AOR って共通認識では知ってるけど、言葉で説明するの難しいね。あ、このコメントでも当時の米国の AOR はシカゴとかね、 R&B よりボビーコールドウェイとか、まあ、甘いやつだよね。甘い音楽ね。ものすごい数のアーティストがいたけど、日本版 AOR は日本的な構成でもっとポップでキャッチーだった。日米ちょっと差があったと。で、最近海外で注目されてる理由がすごく複合的で、まあ、アニメのねオープニングやエンディングの影響も大きい。ギル下地ってとこですね。長田康隆さんとかキャリーさん、ベイビーメタル、そういう路線からの流入も考えられるし、オタク系の外国人が日本の楽曲をサンプリングしたマッシュアップなんかも再生されていると。それと単に YouTube のレコメンド機能が拡充されてから、関連動画として海外の一般人の目に触れる機会が増えて、埋もれた名曲がじわじわ注目されてきたということもある。シティポップが実は日本版 AOR っていうのはちょっと斬新な考え方で、僕は面白いと思いました。まあ、確かに実質的に海外のその AOR っていうものと、まあ、そんなに違わないよね。本当に言い方っていうか、事実ね、レコード屋とか行っても AOR のコーナーに山下達郎とか置いてあること多いと思います。結構一緒くたに扱ってたりもするから、そういう意味でね、このエキゾチックで、でもこのノスタルジックさを喚起させる AOR、 このね、日本版っていうところに海外が注目するっていうのも合点がいきますね。これは非常に面白い着眼点だと思います。で、このね、 YouTube のレコメンド機能っていう、これが本当に大きいポイントなんですよ。プラスチックラブがなんでそんなにもうアンセム的な扱いになったかっていうところは、この YouTube のレコメンド機能、アルゴリズムが関係しているんです。でですね、このじゃあアルゴリズムでうんたらかんたらみたいな話なんですけど、動画再生すると次の動画勝手に始まるじゃないですか、自動再生をねオンにしてたら。あるいはこの横の関連動画の、バーですよね、そこに YouTube 側がこうアルゴリズムを使っておすすめの動画をまあ選定してこう出すと、まあそういう機能があります。で、一時期めちゃめちゃプラスチックラブが関連動画に出てくるっていう時期が
がね、あったみたいなんですよ。で、これはツイッターとかでも話題になってて、 Google が日本の70年代80年代の音楽を流行らせようとしてる陰謀なんじゃないかみたいな、まあね、そういう不思議な疑問が湧き上がるぐらい、とにかくプラスチックラブが一時期流れたみたいで、これがまあおよそほとんどの海外のリスナーさんにとっての竹内まりやの初体験だったと思うんだけど、でこの時になんだこのよくわからない日本の音楽はってね、あれ意外といいじゃん、いやむしろめっちゃ良くないっていうね、そういうのがあったんですよ。これすごいね、面白い。でそれとさっき話したこのジャケットのね差し替えがあって、よりキャッチーなサムネイルになっててみたいな、そういう細かい複合的な理由なんですよ。めちゃくちゃ面白くないですか？ YouTube っていうメディア上でのアルゴリズムが一個の流行りの大きなきっかけだったっていう、新しいね音楽を初めての人にこう届けて、それを受容させるっていうか、いいねって思わせるってなかなかの労力がいると思うんだよね。もう普段全く関係ない音楽、トラップとか聴いてる連中がさ、このいきなり竹内まりやのレコードを手に取る確率ってほとんどないじゃないですか。でもそういうこのマスに対して一気にそれが届くっていう現象が、まあ、起きた結果、まあ、やっぱりいいものはいいですから、日本のシティポップってめちゃくちゃ良くないみたいな、そういうね、事態がね、起きたという。面白いよね。非常に現代的な音楽の流行り方、ブラックボックスの中入ってるこの不思議なアルゴリズムのね、偶然なのか気まぐれなのかわかんないですけど、まあ、それ由来で非常に、プラスチックラブが、まあ、流行って、でもうシティポップのアンセムとしてね扱われるぐらいになっているという。じゃあ続いてのコメント、大体の流れ、ペーパーウェブの流行によりネットミームになり得る映像や音源を掘る人が増え、10年代90年代の日本が注目される、まあゲームやアニメがね影響と、まあこれ下地の部分ですね、アニソンなどを通り日本のシティポップがマニア層に広まる、ダフトパンク的なぶっ込み系フィルターハウスのサンプリングで使われる、フューチャーファンクの誕生と、でさらにネットで拡散され始め元ネタが注目され始める、でまた変な日本語とネオン的なデザインがエモいと一般的に広まり始める。もうねこの人非常にわかりやすい、もう簡潔に説明してくれてるね。でアリアナグランデ七輪タトゥー問題が起き現在に至る、まあジョークで締めてますけど、でもこれ皮肉効いてていいよね。こうね相互に文化交流が起きて、向こうに日本のね美的なものが面白いと思われ始めても、結局ね七輪っていうタトゥーを入れちゃうっていうそのすれ違いはあるよみたいな、そういう感じで皆さんのね、ご好意とかそういう情報のね書き込みにより、このような包括的ななんか理解が僕はすることができました。ありがとうございます。本当にね全てのジャンルに関して言えるんだけど、僕が知ってる以上のことを書いてくれる人たくさんいて、まあ、漫画に関してもさ、ファッションに関してもそうなんだけど、めちゃくちゃ勉強になります。このアーティスト聞いてみてよとか、このブランド知ってるとかね、この漫画か、まあ、何でもいいんだけど、そういうのをね追ってって、あるいは記事とかねニュース記事結構読んでます。非常に勉強になる。シティポップの動画に関しては特に、まあ、コメント数とかも多くて、でみんなこの長文でね、それぞれの、考えをまとめてくださって非常に参考になりました。なんだろうね、この現象に関してそこまでまだね共通のね歴史観みたいなのがまだできていないと思うんで、こうやってみんなで意見をね言い合って、ああだこうだ言うのって非常にね大事だと思います。まあリアルタイムなことですからね、今後もねどうなっていくのかわかんないですけど、シティポップ素晴らしい。価格が高騰しきる前に俺は名盤を集めるぞ。それでは